ゲルハルト・バルカホルン、ゲルハルト・バルカホルン、ゲアハード・バークホーン、1919 19年3月20日から1983年1月11日は、第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロット、大戦時の最終階級は少佐。後に、西ドイツ空軍で少将まで務め上げた、白洋剣付き私鉄十字章受賞者。出撃回数1,104回。 このうち500回以上の空戦機械における衝撃追数は301機。これはエイリヒ・ハルトマンの352機に次ぐスコアであり、300機、声は歴史上でもこの二人以外には存在しない。このスコアはすべて東部戦線で記録されたものである。1919年3月20日、バルクホルンは東プロイセンのケイニヒスベルクで生まれた。 1937年11月にドイツ空軍に入隊。1938年3月から操縦士としての訓練を開始する。訓練終了後、上位の階級で第2戦闘航空団第2愛飛行隊第3中隊に配属された。バルクホルンはフランス侵攻で初の実戦を経験した。1940年8月1日。 第52戦闘航空団大合飛行隊第6中隊に転属バトル・オブ・ブリテンに参加した。同じ飛行隊に同い年のハンス・ヨアヒム・マル・セイユがいた。しかしこの間バルクホルンは敵を一気も撃墜することができなかったのみならず同年10月29日にはイギリス海峡上空でイギリス軍戦闘機に撃墜された。1941年6月22日 バルバロッサ作戦が発動され、ナチスドイツはソビエト連邦に侵攻、j g 5にも東部戦線へ配置転換された。7月2日、バルクホルンは120回目の出撃で、ソビエト空軍の DB-3 音撃、初戦火を記録した。8月22日、国撃墜でエースパイロットとなった。11月末までにバルクホルンのスコアは10機に達し、 11月11日、中尉に昇進した。1942年5月21日、バルクホルンは、第52戦闘航空団、第4中隊、4JG52 の中隊長に任命された。ここから、バルクホルンのスコアは、驚異的な伸びを見せる。この頃の上記は、メッサーシミット BF109 回型である。7月19日、 バルクホルンは1日で6機を撃墜し、1日で達成されたエース、エースイン、A0 となり、スコアも50機を超えた。7月25日、バルクホルンは被弾負傷して2ヶ月間の休息を余儀なくされたが、休暇中の8月23日、64機撃墜の行により、騎士鉄十字章を授与された。10月に戦線に復帰すると、 バルクホルンは再びスコアを伸ばし始め、12月19日までに101機撃墜を達成した。1943年1月11日、105機撃墜で、白洋付き士鉄十字章を授与された。この時期、第52戦闘航空団は、装備機をメッサーシミット BF-109G 型へと転換している。1943年8月8日、バルクホルンは、 全軍で15人目の150機撃墜を達成した。9月1日、バルクホルンはタイに昇進し、第52戦闘航空団第一飛行隊の飛行隊長に任命された。11月30日には、全軍で5人目の200機撃墜を達成。1944年2月13日、バルクホルンは、全軍で3人目の250機撃墜を達成し、3月2日、白洋。 ケンツケ鉄十字章を授与された。5月1日、少佐に昇進した。バルクホルムは5月31日に4機を撃墜し273機撃墜に到達するが、爆撃機迎撃に飛び立ったこの日6度目の出撃で、護衛の P-39 に撃墜され、胴体着陸した際に右腕を骨折、左手にも負傷し4ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされた。 度重なる戦闘による蓄積疲労から集中力が落ち、敵機接近に気づくのが遅れたためであった。この間に同僚のエイリヒ・ハルトマンがバルクホルンに先んじて300機撃墜を達成した。10月からバルクホルンは戦線に復帰し、11月14日には275機撃墜を達成した。この間、ハルトマンが第2位飛行隊、 第9中隊長から第7中隊長に転属してきて、バルクホルンの部下となった。1945年1月4日、バルクホルンはハルトマンに次ぐ300機撃墜を達成した。1月16日、バルクホルンは、ドイツ本土防空にあたる、第6戦闘航空団司令に任命され、フォッケウルフ FW190D に、機種転換したが、 十分な完熟訓練を行えなかったこともあって、同期と彼自身との相性はして良いものではなく、後に、完熟訓練に、あと50時間は欲しかったと実感している。後に、JG6 は FW190D、b f 1 9 g 1 4そして、BF109K の混成部隊となる。JG6 はほとんどが新人と b f 1 1 0から、 種転換してきたパイロットから構成されていたが、バルクホルンと同様に、新機材への完熟訓練すら、ままならない中での実戦参加となったため、結果アメリカ空軍を相手に、多大の損失を被った。バルクホルンは4月10日まで、JG6 を指揮したが過労で体調を崩し入院、同職を解任された。この頃、すでに、ドイツ空軍は、壊滅状態であった。 戦闘機体操官を解任されていた、アドルフ・ガーランド中将は、Z 戦闘機、メッサー・シュミット・ミー262で構成された第44戦闘団を結成、ドイツ空軍の精鋭を集めて、最後の戦いを挑もうとしていた。バルクホルンは入院中であったがこれに志願し、4月15日、JV44 に転属した。しかし、逼迫した戦局の中、闇上がりの上に、 JG6 時代と同様に、レシプロ機からジェット機への転換訓練も、ままならなかった。バルクホルムはこの舞台で戦果を上げることはできなかった。4月21日、1104回目の出撃が、バルクホルムの最後の出撃となった。アメリカ軍爆撃機編隊に接近したところで不意に、片方のエンジンが停止して、緊急着陸が必要となり、 飛行場へ向かうところを数機の P-51 に狙われた。バルクホルンは被弾し燃え上がる。ミ262を何とか着陸させ、爆発前に脱出したものの、その際搭乗機の風防枠に頭部を強打して負傷し、病院に搬送で、そのまま終戦を迎えた。バルクホルンは、アメリカ軍の捕虜となったが、9月には解放された。 第二次世界大戦を通してのバルクホルンの戦績は、出撃回数1,104回。少なくとも500回の空戦機会があり、衝撃追数は301機。9回撃墜され、うち1回ベールアウトし、3回負傷した。戦後、バルクホルンは長く恋人関係にあった、クリストルと結婚し、彼女との間に3人の子供を授かった。 1956年、西ドイツ空軍に入隊し、1976年に少々で退役した。1983年1月6日、バルクホルンは、妻のクリストルと友人を乗せて、ケルン市内のアウトバーンを自動車で走行中、フレヒエンインターチェンジで搭乗者が、道路の凍結により、スリップを起こし、インターチェンジのコンクリート壁に衝突した。 クリストルは車外に投げ出されて、即死、友人も死亡した。バルクホルンも、車内で重傷を追い病院に搬送されたが、1月11日に死亡した。63歳であった。バルクホルンは、自己主張が強い人物が多かったドイツ空軍の中では、物静かで控えめな人物だった。男性だった、東部戦線において、撃墜結果が誰のものかわからなくなった時でも、 気前よく、戦火を部下に譲ったと言われている。加えて、同僚の戦績に敬意を払うことを惜しまない、気量人でもあり、バルクホルンが三百機撃墜を前にして、負傷、療養中に、エイリヒ・ハルトマンが彼の撃墜記録を抜き去って三百機撃墜に達したとき、その異業達成を誰よりも喜び、祝福したのは、他ならぬ、バルクホルン自身であった。 また戦闘中敵機に致命弾を与えた後、被弾機と並行して搭乗機の風防越しに相手パイロットに対して脱出するよう促すバルクホルンの姿をハルトマンはじめ何人もの同僚が目撃していたとも言われおり、ハルトマンが神妙を投げ出して食えることのないただ一人の指揮官であり、父として、兄として、同僚として、友人として、 私の知っている人の中では最高の人物と彼に対して最大級参事を送り修正敬愛し続けたように戦闘機パイロットとしての能力以上にその優れた人格を高く評価する上官や部下が極めて多くその人柄は連合国軍の間でも広く知れ渡っていたと言われる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください